北九州見つけ人の春です。畑野奈央です。この番組では北九州の情報や魅力をお届けしていきます。奈央ちゃん、今日はじゃん、人にも環境にも優しいグリーン成長都市北九州です。ちょっと北九州見つけてきました。今日訪れたのはここシャボン玉石鹸です。シャボン玉石鹸といえば無添加石鹸で有名な北九州を代表する100年企業ですよね。そうなんです、うん、北九州 SDGs クラブにも加入していて、社会課題解決企業の中でもリーディングカンパニーなんですよ。若松区に本社を構えるシャボン玉石鹸の理念は、健康な体と綺麗な水を守る。無添加にこだわり、昔ながらの製法で熟練の釜炊き職人の手によってじっくり丹念に石鹸作りを続けています。石鹸と合成洗剤は原料や製法、成分が全く違います。ではその見分け方とは。石鹸、合成洗剤それぞれを水に入れ泡立てます。そこにお酢を入れると、でもこれですごい違いが、すごい。石鹸っていうのが弱アルカリ性なので、はい、お酢、酸性のお酢を入れると中和されて、はあ、このように泡が消えてしまいます。こう洗浄力とかの違いっていうのは、油汚れとか皮脂汚れとか、はい、そういった汚れの大半はですね、酸性と言われてますので、はい、この弱アルカリ性の石鹸を使うことで、そういった汚れをしっかりときれいに落とすことができます。石鹸というのは排水が海とか川に流れても大体1日ほどで水と二酸化炭素に分解されます。でその使った時に石鹸カスという白いものが出るんですけれども、小魚とか微生物の栄養源になるので、非常に環境負荷の少ない洗浄剤になっております。ここでちょっと北九新発見。シャボン玉石鹸は北九州市消防局、北九州市立大学との産学官連携で世界初の環境に優しい石鹸系消火剤を開発。この石鹸系消火剤がインドネシアなどの森林を守っているんです。世界初の環境に優しい石鹸系消火剤がここ北九州市で生まれたなんて誇らしいです。シャボン玉石鹸は無添加石鹸を通して社会の課題解決に取り組んでいるんですね。ということで今回は SDGs 未来都市北九州市で生まれた人と環境に優しい無添加石鹸見つけてきました。